皆さんこんにちは。今日は海外でプロ野球選手を目指している19歳の食品の買い物を見せていこうと思います。だいたい毎回同じスーパーに行っているんですけど、家族のためにいろいろ買い物をしているので結構量が多いんです。だいたいいつも同じルートで、食品を選んでいるんですけど、サーモンとか食パン、バナナ、トマトを入れていますね。ここ、あとキュウリとか、そういう野菜系のものをさっき買っています。あとは果物も買っています。これはブラックベリーといって、日本では売ってるのかどうか分かりませんけど、ラズベリーのような、ものです。あとこの時は手羽先とかそういうのも買いました。うちではあまり牛乳飲んでいないので、だいたい豆乳とか、アーモンドミルク、そういったものを買っています。で、いつも卵買う時はこういうふうに、チェックして、どういうのが入っているのか、潰れてるやつないのか、これは乳製品の姿をちょっと見せていこうと思って、そういう感じで。で、このヨーグルトはプロテイン高めのやつで、それを買っています。で、これはピザで、冷凍したピザなんですけど、母親が買ってくださいって言われて買ってきました。あとはコーラとか、そういう飲み物も買っています。僕は飲んでないんですけど、家族の人たちが好きなんで。で、ポテトチップとかそういうのも買ってます。で、あとはナッツですね。これは、ちょっと少しお腹空いた時とかに食ってるものです。で、あとレタス買うの忘れたんで、またちょっと野菜のところに戻って買いに来ました。で、豆腐はいつもうちは、柔らかめのやつと固めのやつ2個ずつ買っているので、それも買いました。今コロナのせいで、床にこういう風に印を置いていますね。それの姿をちょっと撮ってみました。ここは、並んで待っているところで、あとは車に戻っていくとこですね。で、車の中に物を積んで、カートを戻して外で、で、そのまま帰ります。で、こういう感じで帰ってきて、全部家の中に持って入って、で、この日はだいたい100ドルぐらいでしたかね。これぐらいの長さの、お会計レシート、です、かなり買ったように見えますが、これでだいたい1週間分の、食べ物です。では今日はここまでなので、よければグッドボタンや登録をしてください。ご視聴ありがとうございました。